山品営業所に所属するバス、京阪バス山品営業所は、京都市山品区にある、京阪バスの営業所である。京阪グループ共通バスカードで印字される略称は、山。車両車に記してある略称は、山である。山品、第五、六次蔵、京都中心部、比叡山を中心とする路線を管轄している。管轄区域は、京都市山品区、伏見区。 東山区などを中心とするが、一部は、宇治市、滋賀県をつしにもかかる。ほとんどの路線が、三条駅、祇園市場駅、清水五条駅、藤森駅、京阪山品駅、六次増駅のいずれかで、京阪電鉄線に接続している。なお、京都市営バス第5営業所が、京都市営地下鉄東西線開業のため、閉鎖されたのに伴い、 山品第五地区の内京都市営バスのみが運行していた路線を引き継いでいる。この引き継ぎを受けて山品第五地区の主要なバス運行会社は京阪バスとなった。そのため行政区域として山品区の全域、伏見区第五地区の全域において京都市営バス路線が存在しない状況が発生するため京都市の経路上車掌と 福祉乗車証の使用が可能となっているの、藤尾区長大津経営機関を除く。最寄りの停留所は大谷である。京都府道35号大津よど線に面している。2011年3月1日より IC 乗車カードピタパが導入された。かつては京都営業所と称していたが、本校では特急以外は山品営業所に表記を統一する。急坂のある 比叡山町、比叡平系統及び阪神高速8号京都線を経由する山品急行の車両は座席数の多い B タイプが使用されている。このうち後者は B タイプの ETC 取付車の限定運用となっている。ETC 取付車の B タイプは山品急行以外の系統に入る。比叡山山頂に停車中のバス。 正月三が日,日の根本中道比叡山町のシャトルバスである。歴史京都駅及び京都市中心部と比叡山町を結ぶ路線バスである。京都バスとの共同運行路線である。なお、これらの路線は京都市内の近一区間においても京都市の各種乗車場や1日、2日乗車券での利用はできない。また、 京都市営バスと京阪バスとの共通定期券であっても、洛南営業所管内の京都南部線と同様、京都市交通局発行の定期券場合は、環境定期券制度の適用対象外となる。57号経路は、京都駅から山上京阪、京阪で町流を経由して、他の谷峠で、比叡山ドライブウェイに入り、比叡山町を結ぶ路線で、比叡山ドライブバスと呼ばれている。 比叡山市内中心部で一部通過する停留所がある。道路線は春引く秋と冬季で大きく運行ダイヤが異なる。また、比叡山ライトアップ根本中道が行われる時には、夜間に京都駅比叡山の臨時バスが運転される。一方で、2013年から57号経路は、冬季は運休となっている。一方、56号経路。 5 6英語経路は山上京阪と比叡平を結んでおり、京都中心部と新興住宅地の比叡平を結ぶ生活路線である。などを運行している。多くの路線が山下区東山区間の国道1号線を経由するため、朝夕のラッシュ時などに渋滞に巻き込まれて遅延が発生することが多い。また四条河原町祇園五条坂を経由する便も多く、 こちらは観光シーズンを中心に発生する渋滞により同じく遅延が発生することがある。かつては三条通り経由の便も多数あり、また、鏡山地区を経由する便もラッシュ時に少数あったが、1997年の地下鉄東西線開通後に大幅に減便され、鏡山地区の路線も2010年代後半に、 鏡山循環として試験運行の形で復活するまでの間、廃止されていた。また、2018年の洛南営業所移管までの間、山品営業所の管轄便が中小島、武田地区にも第五地区より一部の経路が乗り入れていた。1997年までは、オグリス団地阪急東向駅まで運行する路線もあったが、同年に廃止され、 京阪バスは現在は、向こう市から撤退している。車両は、山品急行時代より、京都第五次ラインと共通運用である。2010年11月1日より、大谷京都立花大学小野駅京都駅八条口間で運行開始。途中阪神高速8号京都線を走行するため、運行開始当初は立席での乗車が認められていなかった。略称は、 山急。比叡山線と同様の B タイプが使用されている。なお2012年3月20日のダイヤ改定で、小野駅経由を取りやめかがせ経由に変更され、また、大谷中学校、大山を廃止し、新たに、大谷中学校、第五次間の路線免許を取得し、現在は、京都駅八条口京都立花大学、第五次、相葉川の路線となっている。また、 京都駅界隈の経由道路も一部変更されている。2014年9月22日ダイヤ改定で座席定員制が解除され立席乗車も可能となった。山品急行時代は京都市経路福祉乗車症及び環境定期券は利用不可であった上に乗降の取り扱いも大石神社伊藤山品地区の相互間と重上昇。 深町伊勢京都市内中心部の総合館の利用はできず、さらに定期券の設定もなかった。2013年11月から2015年8月まで、第5次から京都駅八条口を通って、大阪の京阪香里園新小里まで結ぶ路線も存在していたが、利用客が伸びず2015年8月31日をもって路線廃止された。 2017年3月18日より再度経路が変更され、途中十条駅を経由するようになる。同年10月1日より、これまで通過していた山品警察署前、加重寺北出町に新しく停車するようになった。これにより、京都駅八条口、第五次、相葉川の路線では、一般の路線バスの停留所にはすべて停車するようになった。また、 入出庫の運用を円滑にする関係上、石田発着は一停留所前の相葉川発着に変更した。東海山トンネルが2019年4月1日より一般道路に格下げされることから3月31日の運行を最後に山品急行を一般路線に格下げすることとなった。一般路線格下げ後は京都第五次ラインの路線名が付与されることとなり、 京都立花大学直通便を除き急行運転を取りやめ、一般路線バスと同じ通常の乗降取り扱いに変更され、山品地区の総合館と京都市内中心部の総合館の利用も可能となった。同時に、運賃も値下げされ、全区間300円だったのが303号経路及び、NS 経路では全区間の最大運賃が250円に、 301号経路と305号経路では、同270円に改定されたが、校舎は消費税率引上げで、同年10月1日より280円に値上げした。一般路線バスカーと同時に運行経路番号も設定され、京都駅八条口からの便は、第5時前発着系統が301号経路、京都立花大学発着便が303号経路、 京都立花大学直通便が NS 経路、相場川発着便が305号経路である。格下げ後は京都市経路福祉乗車所及び環境定期券の利用も可能となり、この路線の定期券の販売も実施された。同時に B タイプ限定運用が解除され、早朝から朝ラッシュ時及び深夜時間帯を中心に W または N タイプの一般路線使用車両も運用されるようになった。京都駅八条口大石神社間は京都駅八条口十条所深町川田五条京阪西本願寺間を結ぶ西本願寺清水寺ライン308号経路と重複しているが、この路線は全便が洛南営業所の管轄であるため山品営業所所属車両での運用はされない。 2019年3月21日運行開始。専用のワゴン車を使用。京都競馬場内、シャトルバスをステーションゲート、新山ゲートマイナス駐車場間で運行している。2009年12月運行部により、一旦男山に関したが、2010年春より、再び山品管轄便も設定された。ただし2009年11月までのように単独ではなく、 男山管轄便も引き続き設定され、共感となっている。47系統を出展、京都新聞2016年8月4日、長官22面連載記事、無限軌道を歩く4新経班山品線出展、京都新聞2016年8月25日、長官22面連載記事、無限軌道を歩く5経班6地造線。ありがとうございます。